おはようございます。すすきの YouTuber のたまさまです。最近結構いろんな YouTuber さんとねコラボしてたんですけども、今回もちょっと僕のね一押しというか気になる YouTuber さんとのねコラボが決定いたしまして、はい、今回はね動画文通みたいな形でまあやり取りをしながら、その様をやり取りしながら一つのちょっとことをしようかなと思ってるんですけど、その企画なんですけどね、曲を作るという、はい、YouTuber さんがですね、パーリラ二郎さんという、はい、二人組のね、方なんですけども、結構ね、面白い動画を上げてて、ちょっと気になってたんで、なんか、よかったらコラボしませんかっていうね、お声かけをしたら、快く、引き受けていただいて、今回僕、まあ、あんまりこう、こっちの方ではね、そんなにやってないですけど、まあ、一応ね、バンドマンということで、曲をじゃあ一緒にね、作りませんかということで、歌詞をパーリラ二郎さんたちが作っていただいて、僕の方がですね、曲を作って、まあ一つのものを作るという、ね、工程を、こう、動画に撮るというね、やり方をしていきたいと思います。で、ちょっと今日ね、上がってたので、動画の方がね、上がってたので、ちょっと僕の方でもね、チェックしてみて、まあ、一回でパンパンっていう感じはできないと思うんですけど、何回かね、やっていく中で、こう一つのものができたら面白いかなと思っています。ね。で、まあ僕がね、あちらの方に遊びに行ったり、向こうがこちらに来た時に、コラボね、なんか違ったやつでも、違った動画でもコラボできたら面白いかなと思ってます。ではちょっと見てみましょう。コラボの話やりませんかって来たから、コラボって何やるのか分かんない。北海道に住んでらっしゃると、ここまでちょっとまだそんなにすぐ行けないから、だからちょっと動画の文通形式とか、こっちが何かやったことに対して向こうがアクションしてもらうみたいな、で向こうがアクション返してきたらこっちもそれに受けるみたいな、そういうやつ。これだから何ですか？でこれはそのドイトルさんがバンドマン、ミュージシャン、そう、すごい、ね、リンク貼っときますけど、うん、俺らはさ、ほら、後々さ、やりたかったじゃん、歌とか、ラップとか、得意だよ。え？得意だよ。やったことねえ。うまいじゃん、なんか。やったことねえ。一回ちょっとやってみて。ラップ。ラップってどんなの？で、音やな。歌詞を俺らが考えて、それに合わせて、そのドリトルさんが曲を作ってもらうと。歌詞をね、うん。で、それじゃあ戻ってきたら、それに合わせて、今度俺らが歌うみたいな。あ、まずこれで、じゃあちょっと、やってみて。ましょう。うん、送ってみます。うん、じゃあそんな感じで、お嬢さん、よろしくお願いします。じゃあ。はい、というわけでね、パーリラ二郎さんすごい頑張って、歌詞をね、考えてくれたんで、まあ僕ね、どちらかというと、まあまあ昔は、まあこんな感じでね、やってたりとかしたんですけど、下ネタ下ネタ系はね、初めてというか、予想通りというかね、うん、まあこう来るだろうなっていう。予想の範囲内だったのでまあまあどんな感じかね、なんとなくこういう曲調でっていうのをね、まず決めてからやっていきたいと思います。曲一口に曲っていうのもやっぱりなんか幅広いんで、そのなんていうかバラードみたいな感じか、まああとアップテンポってね、なんかこう激しい感じかみたいな、まあどっちかがいいかねっていう、どっちがいいかっていうのをちょっと決めてからね、やった方が、まあ、進みやすいんじゃないかなと思うんで、はい。まあ、例えばの感じでちょっと今弾いてみて、なんか、ちょっとね、ポッと、まあ、一行だけちょっとピタッとやってみて、それで決めてほしいかなって思ってます。はい。バラードのバージョンはね、こんな感じで。
みたいな感じか、まあアップテンポとかね激しいバージョンと、みたいなこういうノリノリなタイプかね、どっちかを選んでいただいて、まあ、パーリラさんのねイメージに合う感じのパターンで作っていこうかなと思います。はい、まあまたこのちょっとね動画文通をしながらいろいろと決めていきたいと思いますので、はい、今日はちょっと相方のブーちゃんいないですけどね、はい、また、ねやっていきたいと思います。では以上、ドルドル TV でした。チャンネル登録よろしくお願いします。パーリラジオさんのチャンネルも見てね。またまた。